トラベラーチャンネル、皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。今日はですね、5類引き下げ、海外旅行はどう変わるということでお話をしていきたいと思います。お伝えしますのは旅行会社 JST 航空券担当の後藤です。よろしくお願いします。お伝えする順番なんですが、まずはですね、引き下げの時期、そして水際対策がどうなるのか、最後にまとめという順番でお伝えをしていきたいと思います。まとめの部分ではですね、じゃあ実際海外旅行に影響してくるですね、水際対策が完全になくなるっていうのはいつぐらいなのかっていうこともですね、予想も含めお伝えをしていきたいと思いますので、動画の方最後までお付き合いをお願いいたします。ね、このニュース皆さん結構聞き及んでるかと思うんですがね、2類から5類に新型コロナウイルスの扱いが引き下げられると、下げようじゃないかというお話が出てきていて、それが どのような形でですね、海外旅行の方の水際対策に絡んでくるのかということをお伝えしてまいります。まずですね、引き下げの時期ということなんですが、これはまだね、確定っていうわけではないんですが、昨日ですか、1月の25日にはですね、政府が4月の下旬から5月の上旬に5類に移行する方針ということで、それ辺をベースに調整を進めていこうという話し合いが持たれている状態です。で、感染法上のですね、位置づけとしては、今年の春に2類相当から季節性のインフルエンザと同じ5類に移行しましょうということを、20日ぐらいに政府が発表し、で、25日ぐらいにはその、具体的な時期というのが、4月下旬から5月上旬にということで、ね、話がどんどんと進んできているわけです。で、その間ですね、当然、この2類から5類に下がるといろいろな、違いが出てくるわけなんですが、そういったところでもね、医療費の扱いなんかも当然自己負担が生じれば、受診を効果的に控える人が出てきてっていうことも起きたりとかですね、当面はその辺は公費を使いながらやっていこうなんていう調整も行われていると。あとね、生活の面で言いますと、こういったマスクですね、そういったものは、その、5類に引き下げを待たずにですね、学校などではもう早めにですね、マスクのルールを緩和していこうっていうような話も出ているとのことです。ですので、引き下げの時期としましては4月の下旬から5月の上旬ということが言われています。これは一つ考えられるのはですね、その時期何があるかと言いますと、ゴールデンウィークですね。なので、ゴールデンウィークをまたいで、ゴールデンウィークが終わったあたりからっていうのが、私の予想ですけど妥当な、スタートのラインなんではないかなと思っております。現状はですね、4月下旬から5月上旬の間というふうに言われています。続いてね、水際の対策がその、5類に引き下げられるとどのように影響してくるかというところなんですが、これは今一度ちょっと考えを整理していきますとですね、水際対策っていうのは何でこう行われているかということなんですが、水際対策っていうのは基本的には検疫法のもとにこう、行われていますので、この新型コロナウイルスっていうのは新型インフルエンザ等の感染症っていうものに分類、いわゆる2類というところに分類されていたんですね。で、それは検疫の感染症というものにその2類っていうのは該当しますよ。だからこそ日本に入る場合には、そういった2類のもの、検疫感染症だから、検査をしましょうとか、ワクチン接種が3回以上でない方に関して言いますと、入国する72時間前に、入国する72時間前ですね、入国に、出発する便の72時間以内に受けた、検査の陰性証明が必要ですとか、そういった、水際対策っていうのが取られてきたというのが現状としてあります。もしですね、それがじゃあ5類になったらどうなるかっていうと、当然その検疫感染症っていうものには当たらないわけなんですよね。なので、水際の対策をする必要はないよねっていうのが、道理だと思います。ですので、当然ね、その辺が、
5類になったら、もう水際の対策に対しても大きな影響を及ぼすっていうのは間違いがありません。ただこのですね、検疫感染症というのが、型が変わったりとかですね、今までも新型コロナウイルスもね、いろんな株があってっていうことがあったと思うんですが、そういった意味でいろんなまた違った流行を見せたら、当然それに対してはまた違った2類を相当するっていうものを当てはめるっていうことも考えられますので、そのあたりを見ながらっていうことではあると思いますが、当然ですね、今の、この新型コロナウイルスが、5類に引き下げられますと、水際対策っていうのは間違いなく、撤廃というか、その水際対策をする必要がないということになってきますので、その辺に影響を及ぼすということになります。最後ですね、まとめていきたいと思います。当然ですね、この2類から5類へということで、いわゆるですね、検疫感染症と言われていたですね、2類から季節性のインフルエンザと同等と、普段のですね、毎年起きるインフルエンザと同じような扱いにしていくっていうことになると、水際の対策というものももう必要がなくなってくるということになってきます。ただね、これも今までの段階をこう踏む着方を見ていてもですね、なかなかこのじゃあ5類になったのでもう水際対策はい終わりっていうような形でになっていうことはなかなか考えがたいんではないかなと思っています。ですので、私がこう思うところではですね、大体4月末か5月上旬にですね、5類に引き下げられた後ですね、段階を経て、水際の対策っていうのが、なくなっていく、撤廃されていくっていう段階を踏むんではないかなと思っています。その期間っていうのが他の国なんか見渡しても、そのちょっとしたアイドルタイムじゃないですけどね、約1ヶ月か2ヶ月ぐらいをかけてだんだんとそういった規制を撤廃するっていうところが多かったりもしましたの で、 であとはですね、アメリカが一応4月の11まではワクチンを2回以上接種している人でないと入国ができないということで言っているんですが、じゃあ4月11日以降はどうなるんだっていうところもありますので、そのあたりもですね、仲のいい日本はですね、ひょっとすると足並みを揃えてくるのかもしれませんので、アメリカにワクチン接種が必要なく行けるようになるのと同じような形で、日本もですね、陰性証明が必要なくなったり、いわゆるもう完全開国ですね、日本に入国するのにワクチンの接種もいらない、陰性証明もいらないというような形がやってくるのは、大体5月から1ヶ月後ぐらい、6月ぐらいにはそういった時期が来るんではないかなと予想しております。この動画がですね、役に立ったなと思う方はぜひチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。